土星の逆行期間にやってはいけないこと、前回の動画でもお話ししましたが、現在土星、冥王星、海王星が逆行期間に入っていて、土星は11月15日までが逆行期間になります。逆行とはその惑星が本来の動きとは逆の方向に動いて見える現象のこと。そして今回この土星が魚座の場所で逆行をしているのですが、通常土星が魚座に入ると夢や理想が実現化しやすいと言われているのですが、逆行することで実現する力が弱くなってしまっております。そこで今回はこの土星の逆行期間中にやってはいけないことをお伝えしていきますので、大切な方には再投稿やシェアをして後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。まずやってはいけないことの一つ目としては、焦ったり急いだりしないということ。この時期はあえて時間をかけるように意識することで結果的に良い方向に進みますので、むやみに焦ったり勢いに任せて急いで行動したりしないように気をつけてください。2つ目は不規則な生活をすること。土星の逆行中は心身に変化が起こりやすい時、不規則な生活はせずに生活を整えるように心がけてみてください。3つ目は一人で抱え込みすぎるということ。この土星の逆行期間中は役割や責任が重くのしかかり、義務感から強いストレスを受けやすくなる時です。そんな時は自分のこれまでのやり方を見直したり、人に任せられることは任せて、お願いできることはお願いするなどして、一人で何事も抱え込まないようにしていきましょう。逆行というとどうしてもマイナスに捉えてしまいがちなのですが、この時期はあえて前に進もうとするのではなく、自分のやり方や方向性を見直すタイミングがやってきたと思って、心にゆとりを持って過ごすようにしてみてくださいね。ぜひこの土星の逆行期間を乗り切って開運をしていきましょう。土星の逆行期間にやってはいけないことには注意をして、運気上げ上げでいきましょう。